ハイリヒクロイツ・シュタイナ派は、ドイツ・ビュルテンベルク州ラインネッカー群に属す、マチソン・ハイリヒクロイツ・シュタイナ派は、ラインネッカー大都市圏に含まれる。オーデンバルト南部、ネッカー川右岸の支流であるシュタイナ派川沿いに位置する。長域は、海抜220メートルから584メートルに、広がる。ロイタースバッハ川、レンツェンバッハ川、エルターバッハ川がシュタイナ派川に注ぐ。 この町は、北はいずれもヘッセン州のゴルクスハイマータール、アプシュタイナ派、バルミヒエルと、東はヘッテスバッハと、南はシェーナウ及びビルヘルムスフェルトと、西はシリースハイム及びバインハイムと、それぞれ境を接している。自治体としてのハイリヒクロイツシュタイナ派には、かつては独立した自治体であったラムペンハインが含まれる。1974年12月31日以前の、 ハイリヒクロイツシュタイナハには、ハイリヒクロイツシュタイナハと、アイターバッハ農場及び集落が含まれていた。旧、ラムペンハインには、ラムペンハイン、ベルスバッハ、ヒルゼンハイン、フォアデアホイバッハ、ヒンターホイバッハ農場、ハウミューレウンとシャーホーフが含まれる。ハイリヒクロイツシュタイナハの街並みとそのカトリック教会、オーデンバルト南部の高地に位置する村は12世紀まで、 村としての形態を成していなかった。ハイリヒクロイツシュタイナ派とベアスバッハが初めて文献上に記録されるのは1293年、アイターバッハとラムペンハインは1316年のことである。ヒルシュトラーレンウェルク家のバルデック家系は13世紀頃にフォアデアホイバッハにバルデック城を築いた。1357年にバルデック家領は プファルツ選定校の領土となり、ケラーライバルデックとして管理されることとなった。1803年以後この村はバーデン領となった。1828年にアイターバッ派は独立した自治体となることを目指し、自治権を獲得し、行政組織を整備した。しかし組織上はハイリヒクロイツシュタイナ派の下に止まった。1840年にラムペンハイン、 エルスバッハ、フォアデアホイバッハ、ヒルゼンハインが属す、いわゆるオーバーゲマインデが、首輸から分離された。1935年に、ラムペンハインは、ヒンターホイバッハと合併し、アイターバッハは、ハイリヒクロイーツシュタイナハと、再び完全に合併した。1975年1月1日に、ラムペンハインが、ハイリヒクロイーツシュタイナハと合併し、 現在の庁域が形成された。ハイリヒクロイツシュタイナ派のマルクと広場に立つ木組建築、ハイリヒクロイツシュタイナ派は、シェーナウ日本部を置く、シェーナウ自治体行政連合に属している。ハイリヒクロイツシュタイナ派の議会は、議長を務める市長と12人の議員からなる。ズ柄、ガラ、上下に分割。上部は赤字に浮かんだ金の先鋼十字。下部は銀と青の斜め越し模様。 この紋章は1636年の印象にまで遡る。両形模様はプファルツ選定校を象徴している。十字は教区教会の正十字の加護を示している。上部の配色はシュトラーレンベェルク家の紋章に由来する。この町は1901年にゲネラル・ランデス・アルヒーフの提案に基づきこの紋章を採択した。 1975年の市町村再編によって、この紋章は無効となった。しかしこのデザインは、ラムペンハインにとってもゆかりのある衣装であり、1977年に、そのままのデザインで、ラインネッカー軍当局の認可を得た。旗は、青と白で、やはり1977年に認可を得た。ハイリヒクロイツ・シュタイナ派の、プロテスタント教会義星型の丸屋根が、 特徴的なカトリック教会は1767年に建てられた。内装はネオバロック様式である。プロテスタント教会は1746年の宗教改革時代の建物に遡る。主労は1906年に建設された。ハイリヒクロイツシュタイナ派は修道 L535 号線沿いに位置している。シュリースハイムまたはバインハイムを経由して、 連邦アウトバーン A5 号線にアクセスできる。ラインネッカー交通が近隣市町村やハイデルベルクへのバス路線を運営している。ハイディヒクロイツ主体な派はラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれている。二つの老人、養護施設と一つの幼稚園がある。この他にスポーツイベントや社会行事に利用される多目的ホールがある。 ハイリヒクロイツ・シュタイナ派には基礎家庭学校が1校ある。上級の学校は近隣の市へ通う。第34代、アメリカ合衆国大統領ドワイト・ D ・アイゼンハワーは、ドイツ系の人物で、彼の祖先にあたるハンス・ニコラウス・アイゼンハワーは、アイターバフ派から移民し、1741年11月17日に、ペンシルベニア州レバノン軍、ベッセルに到着した。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版に参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。